は千葉県警察です。船橋周辺の交通情報をお知らせします。国道14号線上りは市川広小路交差点付近を先頭に元八幡駅前交差点付近まで断続的に渋滞しています。県道松戸バラス線松戸方面は市川市北方十字路付近を先頭に船橋市中山競馬場南門付近まで流れが悪くなっています。県道船橋阿鼻子線阿鼻子方面は柏市高柳付近で流れが悪くなっています。国道51号線下りは四街道市吉岡十字路付近を先頭に千葉市小倉台団地入り口付近まで流れが悪くなっています。以上、交通情報をお知らせしました。